白爵及びオーラリー白爵、リチャード・ボイルは、イギリスの帝身で自由党の政治家である。1834年から1856年までは、儀礼称号として、ダンガー版死爵を使用していた。1866年から1895年まで、閣僚を歴任し、その間バックハウンド管理長官を3回、マスター・オブ・ザ・ホースを2回務めた。アイルランドのダブリンで、 ダンガーバン死者クチャールズ・ボイルとキャサリン・セント・ローレンスの娘夫妻の長子として生まれた。第8代コーク伯爵エドマンド・ボイルの孫であった。イートン・カレッジとクライスト・チャーチで教育を受けた。1834年に父が創生したため、それ以降は祖父の儀礼上号であるダンガーバン死者クとして知られていた。ブルックス紳士クラブとホワイツ紳士クラブのメンバーだった。 1850年7月20日、ノースサマセットヨーマンディー、イギリス陸軍の非常勤の騎兵連隊の隊員に任命された。ボイルは1854年の補欠選挙で、フローム選挙区選出の庶民議員となり、1856年までその地位にあり、祖父から伯爵位を継承するとともに、貴族院議員となった。1860年代には、聖パトリック勲章を授与された。 1866年1月には、ジョン・ラッセル首相のカバックハウンド管理長官に任命され、閣僚となり、同年7月の政権崩壊までその役職を務めた。またその年の5月、数密院のメンバーとなった。ウィリアム・グラットストン政権下では、再びバックハウンド管理長官に任命され、 1868年から1874年までと1880年から1885年までの2回、その地位にあった。1882年には、貴族院議長の一人に選出された。1886年2月に、グラッドストーンが3回目の首相になると、マスター・オブ・ザ・ホースに任命されたが、同年7月内閣は退陣した。 1892年から1894年までのグラッドストーン4回目の政権では入閣しなかったが、その後1894年3月に首相となったアーチボルド・プリムローズの政権下では再度マスター・オブ・ザ・ホースに任命された。自由党政権は翌年6月総辞職した。ボイルはまた1864年から1904年まで。 サマセットのロードレフテナント、1889年から1899年まで、ビクトリア女王の副官、およびノースサマセット用マンリーの大佐だった。1873年に出版された情報を、分析したジョン・ベートマンによると、ボイルが所有する不動産は、サマセットに3398エーカー、航空圏に2195エーカー、 ケリー県に11,531エーカー、そしてリムリック県に3,189エーカーであった。ボイルはエミリー・シャルロッテ・ド・バラと1853年7月20日に結婚し、7人の子女を設けた。ボイルは1904年6月22日、ロンドン・メイフェアのバークレイ・スクウェアで死去した。75歳だった。その借位は、長男のチャールズが継承した。 夫人は1912年に83歳で死去した。ありがとうございます。